こんにちは。第73世、竹野内俊介。竹内みずるです。今日は第30代天皇、ピタ天皇の会です。本名は、この天皇、二つ漢字ありますけど、やはり古事記と日本書紀、漢字を書いてます。こちらは、沼、名倉、太玉式の御事の方を採用します。そのようになってたので、妻は後、初の女帝となった彦天皇です。まあ、彦天皇が女帝になったには一つ、あんまり知られてない事実があります。実は一人、息子がいたんです。ピタ天皇と彦天皇の間には。最愛の息子、武田の御子です。この武田の御子を次の帝にしようと。彦天皇はずっと考えてました。もうついに皇后ですからね。ですが、武田皇子が幼くして死んでしまったんです。あまりのショックに、呆然とする状況です。そのことはまた、後の時代に、彦天皇の時の、摂政皇太子が登場しますから、もちろんそれが誰かお分かりですよね。聖徳太子です。で、ピタ天皇にはもう一人、あんまり有名じゃない天皇がいました。これ有名じゃないっていうのは失礼ですけどね。そういうことってあるじゃないですか。なにわの御子です。で、有名じゃないんだけど、完全に名前が残るんです。なぜかというと、なにわの御子の子供の子供の子供、ひ孫になった人物、かなり有名人なんです。一時期日本の最高権力を取った、立花もろえです。彼、本名は桂木王、王家です。ですが、立花という名字、お母さんが立花という名字をもらってたんで、道夫さんですが、で、それは立花もろえとなりました。で、この立花もろえが、最高権力を持った。最高権力って一揆っていうのは、普通、官位というのは、国の官位というのは、11位以外最高位になってます。小1位っていうのは一応あるんですが、小1位になった人は日本では、神界では2人しかいないんです。あとは、お稲荷さんですね。神様です。小1位持ってるのは、神様じゃないと持ってないんですが、立花もろえは正式に、小1位をもらってます。空教部2にも載ってます。まあこれは立ち話。その後立ち話は続かなくなったんですが、文献は結構たくさんあります。結構有名なところで言えば、文献には、立ち話の文献には、楠木正成などがいます。大南高楠木正成。実はこの立花もろえの、子孫です。もろえは実はですね、お酒好きで酔っ払って、酔っ払った時に自分がちょっと、藤原中丸に地位を脅かされてて、なんだ中丸ばっかり可愛がりやがってよって、天皇も皇后も分かってないっていうことを放言してしまったために、失脚します。これは酔った席でも天皇と皇后の悪口言ったらまずいんです。これ正式な罪で8役っていう罪がありまして、8つの大罪で、まあ普通だったら死刑です。が、もろえは一番上の位を持ってたんで死刑にならず失脚で済んだんです。まあお酒飲んで失脚した。で、しょうがないから。また愚痴を家の中で酒を飲みながら言ってて、まあ、あるの中でしょうね。で、結局その息子も藤原氏が権力を乗っ取るのは良くないと。王家がちゃんと乗らないと、取らないとダメだってんで、立花の奈良丸が反乱を起こしたんですが、こちらも討伐されます。怖いですよ。お酒って身をね、助けることもあるし、潰すこともあるんですね。ほどほどが良いかと。私自身もそれを心がけようと思っています。ほどほどにがよろしいと思います。それではまた次回。